さて、追っ始めるか。暇はねえんだよ。
守りきれたようだな。あ、ガッツの分まで全部食べちゃったよ。ガッツ、いいよ。でもちゃんと食べとかないと体持たないぞ。ただでさえ毎日日暮れから夜明けまで剣振りっぱなしなんだから。実際思ったよりきついもんだ。人一人かばいながら剣を振り続けるってのは。だがそれ以上にきついのは、見る影もないお前があの日々を去来させる、全て砕け散ったのだと突きつけ続けること。パック、お前の故郷ってのはどんなとこなんだ？そりゃもういいとこだぞ、エルフヘルム。そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる。年中無休トコハルのエルフィンパラダイス。おう、うるわしの我がふるさとよ。そんな夢みたいなところなら、なんでお前国を出たんだよ。飽きちゃった。まさかこいつに頼ることになるとはな。今はどんなか細い望みにもすがるしかない。